that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion.渋子さん到着です。旅する勝間岳。はい、どうも康介です。今日はですね、めちゃくちゃ晴天、いいお天気でございます。これからですね、久々に家族全員で、旅に行きたいと思います。今回はですね、久能山という静岡市にあるところで50台近く集まるビンギスを、やりたいと思います。ただですね、行けるかどうかわからないという事件が発生いたしました。ご覧ください。どちらですか？ここ見て。どちらなんですか？ああ、そうなんです。ここにね、今ねナンバーくっついてたんですけど、ニッチがですね、触ったらポリッと取れてしまって、まあここのねプラスチックが劣化してたっていうのもあると思うんですけれども、溶けてたんじゃない？もう一応これで、もう今出発直前なのでね、ちょっとタイラップで結束してこれでいきたいと思います。着いたら、あの、まあ、US トーイングさんもいらっしゃるし、小枝さんもいるので、どうにか確認していきたいと思います。これでいきます。犯人は彼です。はい、犯人こちらです。こちらが犯人の日夜くんです。彼がね、タムナンバーを取っちゃいましたね。え、日知悪いのしたね、悪いのしたね。これピンされんじゃない？ピン、日知これ悪いことしたよ、悪いことした。あー、怒ってます。ナンバー大丈夫ですか？はい、よかった。多分大丈夫だね。応急処置としてこれで大丈夫ですね。行きましょう。はい、明日がパーキングでございます。こちらでご飯を食べます。初めてだね、明日がパーキング来るの。ね、明日が牛とか食べれるのかな。ちょっと行ってみたいと思います。ここ来たことある。ちょっと兄ちゃん、自分でこれ椅子持ってこないでください。これここから持ってきた。ここから自分で持ってきて、台を買おうとしちゃってます。ジュースをご飯食べますね。そこじゃないです。はい、明日カレーご飯今食べました。なかなか美味しくなかった。美味しかった、美味しかったね。ピリ辛豚丼みたいなのを食べたんですけど、すごい美味しかったです。で、今日はね、家族全員と言いながらもですね、今日前夜祭なんですよね。2泊する予定で、凛花ちゃんはですね、今京都旅行に行ってまして、明日の朝から参加ということでございます。で、今回ね、ちょっとね、家族全員でアメリカンを使ってみるので、ちゃんとね、こう全員8人寝れるかというね、シミュレーションをねやってみたいと思います。まあ、すごいたくさんね、キャンピングカーも、来るんですけれども、前夜祭ということで、今日は8人就寝ちゃんとできるかということをね、やっていけたらいいかなと思います。旅する勝間岳。はい、それでは会場に到着いたしました。もう一人先客がいらっしゃいます。大塚玄ちゃんでございます。この間買います動画でやらせていただきました。全然逆光で見えません。こちらに止めていきたいと思います。今回会場はこの中ということで準備していきたいと思います。到着いたしました。こんな感じでね、並べていこうと思います。後ろにズバッと、そしてこちら側もズバッと。で、今日は天気いいんですけど、明日がね雨ということなので、この立体駐車場の中にテントを立てていきたいなと思ったんですが、ちょっと連投がかなり厳しそうな状態でございます。この柱があるからね、どういう風にレイアウトしていくかちょっと考えながらやっていきたいと思います。けんちゃん、お疲れ様です。けんちゃんでございます。今からセッティングしていきます。結構カツカツな感じでね、並べていかないと入りきれないかもしれないので、これぐらいの感覚でいきたいなと思います。
吉川さんでございます。この間はありがとうございました。設定しましょう。撮影してる場合じゃないです。ケンちゃんがですね、今日のためにですね、カスタムをしてきたということで、あ、こちら、これ1本だったのを、前回1本だったのを、はい、日本仕様にしました。はい、以上ですか？あ、まだまだ。あ、まだあります。まだあります。コスケさんが、はい、このスペアタイヤをどうしようっていう動画を見た結果、こうなりましたね。これはですね、僕もやりたいっすね。こう上にしたってことですよね。そうですね。これだからすごい角パイプ使わないとここまでできないってことですね。そうですね。やっぱそういうことですよね。はい、これは僕も多分やると思います。こういうことですね。あ、これはいいですね。僕の幅でもこれできるかもしれないですね。できますね。ここと同じぐらいの角パイプってことですよね。そうですね。バーン立てば、はい、もうそれ以上に僕これ早くナンバー直したいです。これちょっとギリギリですもんね。そうっすね。うん、これは直したいし、ここにもつけたいな。ここにこの辺りにつく予定でございます。以上ですか？あ、もう一つまだあるんですね。コスケさんが発電機をつけた方がいいと。そうですね。まさか、ここにつけてる。スライドできるだってすごっ。どうでしょう。これはめちゃくちゃいいっすね。100ボルトももう直つなぎできるんですか？ここからつなげますね。あ、そっから繋げるようになってるんだ。電気もやったんですね。ここがあれですね。あ、そっか。ここ冷蔵庫の。そう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 。すごい。ですね。これやってる人いないじゃないですか、こんなこと。見たことはないっすね。ねえ。はい。これすごいっすね。もう冷蔵庫はいらねえと。冷蔵庫いらないんです。結構静かですか？かけてみます、ね。かけてみましょう。給油が大変ですね、でもこれ。給油大変ですね。結構うるさい、この状態だと。マフラーの排気口もつけたから。うん。あ、そうですね。静かなやつよりかは静かじゃないけど。そうですね。これ室内はどうなんですか？室内は音はうるさくないけど振動がする。あ、そう。成功ですか？いや。改善の余地あり。改善の余地あり。振動が嫌ですね。振動が嫌ですね。ああ、確かに。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ケンちゃんの改造でした。カスタム3ポイント。はい、ありがとうございます。したこんにちは。草津夫婦でございます。よろしくお願いいたします。超かわいい。超かわいい。持ってきましたね、草津さん。すごいやつを。2台も。いいバイクですか？なかなかいいですよ。なかなかいい。なかなかいいバイク。そしてこれでかいクラス A って言うんですよね。とんでもないでかさでございます。こちら前家到着でございます。なんと珍しくトレーラーで来ると、しかもデューリーで来ると、シボレーで来るということでございます。実はトレーラーあったんですね。ありますよ。前家到着でいきなりうちの子供たちのギアが上がってます。めちゃくちゃテンション上がってます。今日の会場はこういう感じになってます。6張りだけで終わりにしようと思います。2張りのっていう感じですね。2張りの3張り回って、いよ明日の朝こっちにずっとつけていくと。ただ上にね、もう屋根があるのでめちゃくちゃ安心感半端ないです。こんな感じでございます。4時ぐらい、中こんな感じでございます。水野さんいらっしゃって、前田さんいらっしゃっております。こんな感じです。ちょっと前楽しんでいきたいと思います。あ、そうそう。乾杯。ハイオーラー食べたい。お疲れ様です。こんばんは。中村家いらっしゃいました。ご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。リーフ大丈夫ですか？リーフ大丈夫です。足立さんでございます。はじめましてですよね。よろしくお願いいたします。ジェイコでございます。184ですか？はい、はい、オーライ寄ってちゃったな。オーライ
渋子さん到着でーす。どうもどうも。すげえ怖い。奈々さん、お疲れ様です。納車おめでとうございます。なんとか来れました。バックもできましたね。バックできました、奈良原さん。旅する勝又家。できました。あ、いいですね。あ、西ポチャ入るんですか？来て西ポチャです。富士行きましょう。あ、乳首隠してくれてありがとうございます。日だけはね、ここ温泉入れないから。ポチャでございます。ママとセクシーママと、わーおセクシー。あれセクシーってああいう感じだったんだっけ？どう、ああいう感じだったのセクシーって？違う違うね、違うね。セクシーはこうやってするの、はい、どうベリって飛んでる。わセクシー。ここがですね、新しく、ちょっと新しくなピーとか言っちゃってるけど大丈夫？セクシーが鳴っちゃってる。ピー、セクシーが鳴っちゃってる。何このセクシー、大丈夫？大丈夫このセクシー、どういうことこのセクシー。セクシーすぎてなっちゃった。なっちゃってるよ、もうママがセクシーすぎて。ほらもう。ママ。はい。お風呂行ってきました。おかえりなさい。だいぶ待ちました？そうですね。9時半ですね。日やってますね、まだ。日ポチ入ったんだよね、あっちへね。このテーブルもどうですか？快適でございます。快適だよね。今日はね、8人がどうやって寝るかっていうテーマでやってるんですよ、実は。え？どうやって寝るんだっていう。毎回びっくり。うん。ここ寝れるのかっていうぐらい、どう寝るのかっていうことだよね。今もちょっと。そうだね。え？まず、ニッチとママが下で寝るのかな？そうだね。危ないからね。そうそうそう。で、マサチカが真ん中に寝たとして、で、お姉ちゃんが上に寝たとして、うん、上行くから絶対お姉ちゃんそっち。お姉ちゃんこっち行っちゃったらだって誰も寝れないじゃん。ちょっと難しいね、お姉ちゃんこっち来ると。ここでパパとショーとみっくんとナリだったらいけるかもしれないけど、それが一番いいんじゃない。大人、中学生は、中学生はもうここで一人快適生活でしかないよね。だってリンカとチカとかもないでしょ、1番2番が一緒に寝るとか。まあ、ちょっとやってみないと分かんないですね。はい、すいません、検証できない動画でございました。あ、日中です。はい、お風呂に入ってまいりました。今回ですね、僕たち8人でこのキャンピングトレーラーに乗れる、寝れるのかという検証をやってるんですけれども、オフ会中に今ですね、うちのキャンピングカーがこういうことになってます。レデン、渋子さんいらっしゃって、はるちゃんもいて、日中も、翔さんも、なりちゃんも、リクトも、みっくんもいて、お、イケメンだね。リクトイケメンですね。今9人がここにいます。ママも奥にいます。わかめ、わかめさん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 。これ結構いいリビング、いいリビングになってますね、渋谷さん。これ、いや、これ普通に広いっすね。いいっすよね、ヨーロピアンより広いぐらいっすよね。ヨーロピアンのリビングより。あ、この折りたためるのがいいっすよね。ほんとそうっすよね。知ってます、折りたためること。いや、 YouTube で見ました。見て、ほんと見てたんすか。ヘビーユーザー、ヘビーユーザー、ヘビーユーザー。今会社が大変でそれどころじゃないじゃないですか。大丈夫ですか？もうそれ終わりました。終わりました。大丈夫ですか？切り替えて。じゃあちょっと、それが今からこの深い話をしていきたいと思います。はい、そういう前菜にしたいと思います。いいですね。そこメインにいいですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯！旅する勝又家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。